この日、県内の小中学生とその親およそ30人が富山高専の練習船若潮丸に乗船し、大海原へと出港していきました。海の魅力や不思議を親子で体験して学んでもらおうと県が実施した富山湾の魅力体験親子教室です。船の上では富山大学の教授や魚津水族館の職員が富山湾の魅力について話し、多くの魚が生息する理由について、世界に類を見ない高低差4000メートルの急峻な地形と水の循環について説明しました。海の中はどんな世界が広がっているのか、その手がかりとして行われたのは水圧実験とプランクトンの観察です。カップ麺の容器とプランクトンを採取するネットを水深400メートルに沈め、その変化を調べます。普通には見られないような形になっていると思う。たくさんプランクトンとかが取れていると思うので楽しみです。どんな結果が出るのか興味津々の子どもたち。まずは水圧実験。直径8センチの容器を引き上げてみると、水圧で潰された容器は半分以下の大きさになっていました。海の中では地上よりも強い圧力がかかることを目の当たりにした子どもたちは、予想以上の変化に驚きを隠しきれません。不思議。こんなにちっちゃくなると思いませんか。そしてプランクトンの観察。皆さん、プランクトンって何か分かってますかね。小さい生き物だと思ってる人どれぐらいいらっしゃいます？はい、プランクトンイコール小さい生き物という意味ではありません。プランクトンは泳ぐ能力の少ない生き物です。海の中で、言い換えると漂って生活している生き物ですね。それをまとめて全部プランクトンと呼んでいます。なので、クラゲみたいに大きい生き物でも泳ぐ能力が弱い生き物はプランクトンの仲間に含まれてしまいます。早速顕微鏡で観察してみると、白くて細長いもの、オキアミやクリオネの仲間など稚魚にとって重要な餌となる多種多様な動物性プランクトンを確認することができました。この小さい生き物たちが海の中にはたくさんいることで、それを、他の小魚が食べて、でそれをさらにまた大きなお魚が食べて、僕たち人間がそのお魚を食べれると、そういうわけで、海の中の基本の部分を支えている非常に重要なグループの生き物ということが言えます。半日にわたり富山湾の自然や生態系のつながりを学んだ参加者たち、身近な海について学び、親子で環境への意識を新たにするきっかけになったようです。富山湾の海は、すごく、魅力的なことを学びました。クラゲとかもプランクトンの仲間だってことを初めて知りました。海自体はよく海岸に住んでるんで遊んでるんですけれども、沖に出るっていう機会がなかったので、沖から陸を見るっていう機会ができてよかったなと思います。これで家族共通の海に対して思い出ができたんで、この日のことをまたあと将来話できたらいいなと思います。富山湾とか日本海とか身近な海で、かつその世界的にも注目されている海とか湾なので、大事に、育んでいくとか、そういった意識を、環境に対する意識を、育てていくような機会になるか